久米忠氏は、兵庫県出身の自動車エンジニアで、実業家。1983年から1990年まで、ホンダ技研工業代表取締役社長を務めた。静岡大学工学部機械工学科卒業後、ホンダ技研工業に入社。専門は、エンジンの設計で、万島 TT レースの競技車両用エンジニア、ホンダ F1 発の空冷エンジンカー。 RA302 のエンジン開発に携わる。若手の頃は空冷エンジン採用を主張するホンダ総一郎に対して水冷エンジン採用を主張して譲らず、ホンダ1300や RA302 の開発時には辞表を出して数度にわたり出社を拒否したという逸話を持つ。その後、社運をかけて取り組んだ初代シビックの開発責任者として車のコンセプト作りに参画。 1973年に自身が開発責任者として指揮して生まれた CVCC エンジンは当時世界で最も厳しいと言われたアメリカ合衆国の排出ガス規制法であるマスキー法を初めてクリアしたことで知られる。1983年に川島清の後を受けて第3代のホンダ研工業代表取締役社長に就任。第2期 ホンダ F1 活動を支える。アシモにつながる二足歩行ロボットの開発、ハンディジェットにつながるビジネスジェット事業は、久米が社長を務めた時期に開始が指示されたものである。1990年に社長を川本信彦に譲り、取締役相談役に退いた。ありがとうございます。